たかぞおチューブ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。たかぞおチューブへようこそ。今日もですね、あのサウスポーがデビューすることとなりました。こちらです。はい、松井裕樹投手ですね。松井裕樹投手、今特訓1で、球威が75、制球54、スタミナ60ということで、まあ、制球がやっぱりマクガフ投手だったりと一緒ですよね。ちょっと不安があるんですけれども、まあ、変化球は豊富で、中継ぎと抑えも両方できると。こんな感じでスライダー、フォーク、スライダーがちょっとね、斜めに行くんですよね。真下に落ちない、斜めに行くようなスライダーとフォークがあって、まあ、スラブあってカーブあると。球威 A なんでね、ストレートの球威も。A なんですけど、まあ、ストレートの球威 A って結構打たれるんでね、シルバー帯。うん、いいとこ投げないと。で、サークルチェンジか。で、対ピンチだけ上げてます。レベル1です。というわけで行きましょう。埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツ、はい、松井投手1試合目ですね。クレイジーボーイさんと戦いです。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。4割ぐらいだったかな。よろしくお願いします。うん、やはり立ち上がりがきっと。アルカンタラ投手、このツーシームとね、スプリットなんですよ。生命線はさあ、アルカ注目していきましょう。高めスライダー打たんね、打たんね。このスライダーみんな見極めるんだよな。もうここ引っ張った。これね、取らないと先頭バッターは2番に入っている取れるかって話なんですけど、あれ取らないとヒットで先発ピッチャーアルカンタラ、そしてインコース打ちました。いい当たり、クリーンアップが登場します。レッツーシフトで、ストレート打ちました、流しました。ライトピンチになりました。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、こっちよね。ボール、いいコロですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました。ね、これきっと低いしね、マジで取ってほしい。マジで取ってほしい、これ。初球から際どいコースをついてきます。さあ、2球目は何か。低めの変化球で川崎が3球目。全身じゃなくていいな。インサイド落ちました。俺も取れん。さらにピンチになりました。ワンアウトを失っています。あっと、ジャイアンツ追加。はい、松井投手ここはできれば三振の場面ですね。いいよ。変化球打った、掴んだ。これが1球目打ちました。オスナ、打席に入ります。最初、高めのボール打ちました。うわー、打球はレフトへ。2番に入っている足立、1球目。あーよ、アウトコース打ちました。吉田打ちました。高、うわ、こえん。2回になります。ライオンズビハインドで最終回を迎えたね。ストライクいっぱいに決めてきました。ストライクです。2球目は何で来るか。カットボール、ここにヒュッと2球目打ちました。ワンアウトです。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。いいとこ。まずは先フォーク。はぁ、ファウルになります。うん、そうですね。タッチピンが反応しないな、これ。引っ張った。うん、オッケー、取りました。2番バッター、オッケーですね。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。この辺のカットとかね。3球目は何で来るか。痛烈な打球。打たれました。違うからね、スピリッツボールが。全然違うんでね。2球目打ち合いになっています。まあまあ、石ってんならまあまあでしょ。最後の攻撃になります。としても、塁に出たいですよね。初球打ち取っています。弾き返した打球はライトへ。あ、2球でアウト。ライトバウンドヒットになりました。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。打球を追っているが、これはどうだ。さあ、1点返した。これオスナで終わりだから。誰がいるかな、誰か。おい、チューバーリーや。なんじゃそ。はい、松井裕樹投手の動画なんですけれども、ちょっとですね、キャッチャーがさっき、ミキサーを、S ランクミキサー、あの3体でランダムのミキサーですね、かけたら、甲斐選手が出てきましたんで、この甲斐選手をキャッチャーで使いたいと思います。
で6番から、打順下げて9番で打順が回ってきたら木の卓に変えようかなと思います。結構木の卓だと走られるんですよね。木の卓補給が C でスローイング C、 権力 B なんですよ。肩が B なんですけど結構ね普通に走られるんですよ。やっぱり甲斐選手このねスローイング B で肩が S、 これを見るとねやっぱり抑止力になると思うんで、盗塁の抑止力になると思うんで、まあ、甲斐選手、彼をですね、スタメンで起用していきたいなと思います。補給も A なんですね。80あるんですよ。もう木の卓よりやっぱり、キャッチャーレベルとしてはね、木の卓を控え捕手にしたいなと思います。はい。松井裕樹投手、2試合目ですかね。高校なので、先行だった。先行なので、2回裏に出しますかね。菅野投手は、当たったことありますよ、何回も。そこから入れてくるんですね。おー、いいとこ投げる。 A ランクですけど制球45、すごいな。さあ外してくるのか。スライダー、ワンシーム、スライダー。4球目は何で来るか。うわー、変化球空振り、アウトです。アホや。バッターは2番に入っている足立。くそ、何してんだよ。もうナットルカーブだったね今。最新手キャッチャーは伏見。このバッテリー、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していく。不意のね失投は結構捉えられないんですけど、その打線はナックルカーブっていうのがね、大きな打球になった。おー、低弾道で頑張りますね。足立選手変えようかなって、やっぱり2番は足立選手なんですけど、今のところですよ。もうすぐねデビューさせたい選手いっぱいいますんで、変わってくるかもしれないですけど。うわー、詰まった。詰まった。さあ、そしてバッターボックス、ストレートに詰まるのはあかんな。なるほど、インサイド来ました。送球する。 A ランク同士の対決、インサイド落ちました。うわ、ファウルか。ましたファイクです。うんうんうん、うん、意外とカットとか投げたらね、ここ手ず出づらかったりするんですけどね。シュート打った。ワンバーホームイン。バッターが危ない。さあ、ここでドメさん、ここの勝負強いドメさんですよ。ここで何から入ってくるか。え、源田が掴んで、全然勝負強くなかった。まずはアルカンタラ投手、最近打たれるんですよね。結構打たれる。打ちました。とか取るとワンアウトです。その選手全然揃ってないな。やり始めたばっかりかな。同じぐらいですかね。初球打ち、うん、ボットアウトです。あ、でも柳田選手とか持ってる。これ結構前の柳田選手じゃないかな。広角出てたね。アルカンタラ2球でアウト。あっという間に2アウトです。打ちました。セカンド取る。3アウトチェンジです。2回表に入ります。だからもうストレート詰まるな。打順は8番オスナ。1球目不足ですね。引っ張った、ヒットになった。ストレートに詰まってる人にカットはあんまり良くないですよ。今みたいになっちゃうんで。はい、ここでじゃあ代打角田行こうか。ビットでランナー。ああ、松井裕樹投手と組めなかったな。甲斐投手が、甲斐捕手が。いや、組ませたかったんですけどね。まあ、木野拓もいい捕手ですからね。さあ、バッターは何か。木野拓もいい捕手なんでね。うわ、インサイド打ち上がるも左中間へ。打順は意外とナックルカーブ強いな。ナックルカーブ強い。タイミング合ってなかったですよね。いいとこ。そうだ、縦スラもあるんだ。何で来る？ワンシーム、ワンシーム。フォーク。ワンバンチャンスになりました。足立選手、先ほどのツーベース頼みます。さっきのツーベース。なるほど、そうですね。よし、勝負強い。今日は勝負強いぞ、足立選手。なさったか。もともとはボールを。おお、マイナス1か。うん、今のは危ない。マイナス 1？ すごいな。いいとこ投げるな。マジか。やばい、えぐいっしょ。さあ、どのように料理していくか。いやー、その追い込み方はえぐいわ。これで3アウト。普通制球定まんないって真ん中行ったりするんだけどな。ピッチャーは松井裕樹投手です。はい、松井選手2試合目かな。いきますよ。クラブから入ろうかな。打ちました。 OK。 足立、バッターは前の試合ね、ホームラン打たれたんでね、ワンアウトランナー。この辺のカットボール投げたらホームラン打たれたんですよ。さあ、守護神松井が放置打線。じゃあの状態は、うん、今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど。さあ、取って打ちました。 OK。 おさんで2アウト。まだ投げてない球種あるんですよね。フォークとか。よいしょ。初球打ち、ファウルになります。 OK。 でスライダーを上からちょっと落としてみようか。ワンストライクです。打ちました。 OK。 ピッチャー松井で3アウト。はい、強いですねやっぱ。試合を制したのはありがとうございました。